販売は先生です。ライブの試験投資ですね。これが入ればね、一生いっぱいなんですね。試験投資なんです。先日のライブ投資の試験投資ですね。16,952円。これが勝てばタイですね、今日はね。試験投資ね。うまくいけば、自家用ジェット機が3台買えます。ね。何言ってんだとかさ、言わないでね。私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売王先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。今回はね、試験投資、ライブの試験投資してるんですけども、今日一生いっぱいですね。終了しました。一生いっぱいですね。一生いっぱいです。で、1時15分、夜中ですね。12月12日水曜日ですね。ということで、こちらの方のシグナルと似たの、ちょっとこちらの方もお見せしましょうか。こちらのね、シグナルで送ってます。で、これでオンしとかないといけないんでね。で、こちらのシグナルからね、出て、また再起してます。シグナル分析してるという段階ですね。で、買って18,832円ですね。今日はチャラ、よかった。最初の1個勝ちに抜かしちゃったりとかしましてね。で、いっぱいしたんですよ。で、今回取り返したからよかったなという感じですね。これがうまくいけば、自家用ジェット機が3台買えます。30億円ぐらい稼げるんじゃないかな。こちらで試験なんですけれども、これはね、時間分じゃなくて、シフトで見てるんですね。シフト12個で見てるんですね。シグナル入ってから12分後、判定のですね、分析ですね。この場合はこういうふうに出てきてるわけですね。こう出てね。こっちの方がいいかなということもちょっとあるんですけど、どっちにしようかな。こっちの方が正確じゃないかなというような感じもするんですよね。15個、17個、32個出てますね。78%、82%、80%ね。こっちで投資した方がいいかな。今はね、規定の時間にやってるんだけど、こっちの方が正確かもしんないな。ねえ。よかった、こちら勝ってチャラだったんでよかったですよ。これちょっとこっち、指定の時間だとね、少し狂うんだよね。こっちの方が正確なのかもしれないね。こっちの方がいいかな。それで、70%以上は変わんないんですよね。こっちの方にしとくかな。ねえ。3個出てるもんね。いやー。まあちょっと勉強行きたくなったんでごめんなさいね。で、ちょっとね、石油ストーブのね、温風ファンはね、今はもう匂いもしないんだけど、石油もしてるからガンになるんですよ。だからスチームじゃないといけないよね。あとエアコンじゃないと。エアコン式の暖房じゃないとね、体に悪いんですよ。それよく知っといてくださいね。まあ、こっち山小屋だからしょうがないね。で、こっちのがいいね。
ちょっと75% で分析させてみますよ。そんなことでね、どうもありがとうございました。